粗品です。せいやです。うっ。さあせいやさん本日はハリーポッターの魅力。いいですね。まあ、ハリーポッターの魅力じゃないな。お、違う。ハリーポッターシリーズが好きやからこそ、うん、ここ何やねんっていう。一回あったでしょ、ナルトみたいな。その好きすぎるからこそここ突っ込むっていう。ああ、いいね。うん。これなんでなの？もっとうまく。この、まあ、作品自体はもう完璧に面白いけど、作品の中の人に突っ込んでいきます。おお、やりすぎやろとか。なるほど。そういう思うこと、はい、みんなハリーポッター好きな人は思ってると。いきます。ダンブルドア校長の情緒。もうそんな変やった。粗品さん、ハリーポッターシリーズはでもね、あの昔あれ賢者の石ワンね、秘密の部屋を見たような。はいはいはい、めっちゃ流行りましたもんね、我々世代。流行った。ワンとツーの、まあこれしょうがないですけど、あの俳優さんも変わってるんで、にしてもこのね、ワンとツーのダンブルドア覚えてるでしょ。覚えてます、覚えてます。あのカードとかになったりとか、え、優しい感じの校長です、はいはい、優しい感じの偉大なハリーに愛じゃん、はい、愛じゃんみたいな、最後もいいシーンあったりとか、うん、じゃあ着陸するかなみたいな、ブワーってご飯出してくれとか、優しい魔法とかね、はいはいはい、なんか2も秘密の部屋が開いてしまって、うん、君たちを疑ってはおらん、優しい偉大な、はい、温厚な感じで全てをこう包み込むような魔法のトップみたいなイメージのワンツー、はい、スリー始まったら、うん、なんか最初カエルのなんか合唱団みたいなのが始まりますけど、ハラモンハラモンハッテンダッテンハッペンモンって言ったら、明らかになんか若なった俳優も変わってるからね。けど急にヒゲかくったダンブルドアはそれまでハリーアイじゃん、ああ言うけど、こうやってなのは、いやいや新学期が始まる。めちゃくちゃパワフル。ガラッと変わってダンブルドアが途中で回す。もうこれは完全に変わった、アスカバンから。なんで俳優さん変わるんですか？それは多分なくなったんですね、一発目のアルバスカン。あ、俳優さんが。ほんでもうパワーもあって、ほんでなんかね、まあ俺が勝手に感じるだけかもしれない、すっごいなんか冷たなった。なんかもう焦っとる。もういやダンブルドアもっと偉大でやってくれよ。余裕ない。なんかほんまに3から4、5にかけてダンブルドアほんまめっちゃ偉大だしてんねん。ハリーが先生とかってどうした、なんかあの4で大会が開かれるんですよね、あの三大魔法学校の。うわ、なんかあったな。そうそうそう、ウィザードトーナメントか、トライウィザードトーナメント。でハリーがそのパーティクラウチジュニアほうかな、クラウチジュニアの陰謀であのゴブレット入れられて、なんか参加できんのに未成年やのに参加してしまうんですよ、うん、でハリーははめられてんねん、あ、自分で名前入れてないのに参加させられて、悪いやつらに仕向けられてんねん。今までのダンブルドアやったら、あ、待て、はい、裏で糸を引いとる魔法使いがいるんじゃない、おいや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 、魔法で解いてあげる、やってくれそうやのに、はいはい、ハリーがやったら、ハリーポッターハリーポッターはい、切れんねん、これは自分で入れたのか、入れてません先生みたいな、なんだこれ魔法契約じゃからの、ハリーポッター、怖いダンブルドア、怖いね、怖い。ほんでなんかハリーをあの最初のドラゴンのなんか抽選みたいなするんで、ドラゴンと戦う、はい、そういうコーナーがあるんですよね、ビザードトーナメントで。で一人ずつやってる時にハーマニーがハリーいるってテントに励ましに来るんですよ、うん、とにかく落ち着いて、うん、本当に落ち着いて、ハリー絶対大丈夫よ、ありがとうみたいなやつ、あ、まあ、ダンブルドアがいよいよ始まるぞテンション高いなそう、さあいいか、ミラノモノ、ここには選ばれし者っつって、ハーマイオニーにおって選ばれし者が、うん、何したんだお前そう、なんか、ね、どうしよう、もうええ
ほんまに来んなよ。ハーマイオニー、ハリーを助けに来たんじゃな。応援しろよ、みたいな。それがいいな。そのイメージよ、ダンブルドアル。みんなのダンブルドアル。あ、ちょっとイチャついてんのが。いや、分かれへん。ほんまにめっちゃ怖いのか。おいおいよ、ここに選ばれたのは選ばれし者で、すごい名誉ある。内緒ね、お前。えぐいやろ。大丈夫だ、お前。お見て、見返してみてください。めっちゃおもろいやん。ダンブルドア冷たってなるから。嘘。そんなことも脅かされてるからとかちゃうの。その俺もな、ボルデモートの5は分かるんですよ。不死鳥の騎士団で、これ全部映画の話だけど、大体。うん、不死鳥の騎士団で、ハリーとボルデモートになんか絆があるから、そう。そうなん。そうやねん。ハリーっていうのは、蛇と喋ったんでしょ。喋ってた、蛇と。あれなんでかって言ったら、あれパーセルタングって言うんですよ、確か。パーセルタングって言うんですけど、あれはボルデモートの力をちょっと受け継いでしまったのよ。え？殺すときに。あの傷が、まあ前、だいぶ後で出てくるんですけど、分霊箱って言うんですけど、ボルデモートの魂が一部入ってしまった、ハリー。だから、ボルデモートとハリーって繋がってるんですよ。悪者やんな、ボルデモートは一番悪者。おー、わかんやん。だから、うん、ハリーの景色がボルデモートにも見えるし、ボルデモートの景色がハリーに見えたりするかもしれんっていう、ダンブルドアの、ちょっとそれは危険やなっていうことで、ハリーを遠ざけてんのはあんねん、ファイブで。それはまあしゃあない。先生、先生とか言ってもう無視して、うわーって行くシーンとかあんねん。でも、それにしても、うん、説明したらええやん。説明。ハリーにすまん、そのボルデモートとの絆があるかもしれんから、ちょっとこの俺はあんま喋らんし、みんな遠ざけるけど、そうちゃうで、はい、なんか直接じゃないけど分かるようなさ、なんか分からん、なんか文字で書いたりとか、冷たすぎる、そうなんかあるやん、伝え方もうただただもう無視、無視とかする。クソじじい、クソじじい聞いてるわ。俺の好きなダンブルドアどこ行ってもたやんみたいなシーンがたまにある。ファイブで終わりなんですか、ハリー・ポッター映画。いやいやいや、セブンです。そんな出てんや。セブンでもう完結したしました。セブンで2個あるから、言ったら 8作あるな。セブン全部見たんですか。もちろんもちろん。おもろかった。おもろいよ、俺本も読んだし、ね、あんま言ってたのそれ。ファンタスティックビーストもちゃんと全部追いかけてます。次のやつ。ハリーポッター大ファンなの。ハリーポッターの舞台が今度あって、うん、赤坂とかで見に行きます。ハリーポッター案件お待ちしております。出た。案件。次行きます。あれなんかした。わからんけど。まあこれダンブルドアなるほどね。え、ね、あ、それはちょっと思う。でこちら、ルシウス・マルフォイ。おお、マルフォイやん。こいつやばい。うん。終わっとる。終わっとる。まあマルフォイ一族。うん、はまあ代々サラザール・スリザリンの家系なんですよ。さすがや。うん、あったでしょ、組分け帽子。ありました。グリフィンドールとかありました。あの ゴドリック・グリフィンドール、サラザール・スリザリン、うん、なんとかハフルパフ、まあもう創始者がいるんですね。なるほど。そのまあ、うん、そう末裔とか大体この決まってて、でロンとかはウィーズリー系って、ロン・ウィーズリーや。そうそう、は代々グリフィンドール。いいね。そうで、まあ、ルシウスはスリザリンで、まあ、ちょっとこの闇の魔術に関する、はい、まあ、得意な人が多いのよ、スリザリンは、はい、それにしても、3でね、はい、2や、はい、秘密の部屋ですよ、はい、2の時って、まだ全然ボルデモートも復活してない、うん、全然まだ平和な世界なの、うん、はい、そこで、まあ、ルシウス・マルフォイでもともとデス・イーターって、まあ、ボルデモートの手下やったよ、うん、でももうやめて、ボルデモート死んだから、うん、で普通にマルフォイのお父さんや、うん、で普通に学校来て、もうダンブルドアと喋って、うん、なんかハリーにムカついたことあったんですよ。ドビーって、私屋敷しもなんかおったおった、あれを勝手にやめさせたんですよ、ハリーが靴下入れて。この屋敷しもべっていうのは着るもん主人からもらえたら、うん、お前も自由の宮でっていう意味があるんですよ、うん、それを勝手にハリーがしたと、それはいいことってこと。ハリーにしたらいいこと、はい、でもルシウスからしたら、うん、俺の雇ってる勝手にしもべをお前、うん、言うと解雇したんだよ、不当解雇やみたいな感じで、もうほんま学校ないですよ、うん、なんか分からない、しびれさす呪文とか、はい、スティービファイ失神の呪文とかなんかするんかなと思ったら、はい、暴れてーって言って、やばいやばいやばい、そうで、ドビーがハリーポッターに手を出すなって
ってビャーンって終わるんですけど、危なその時何も思わなかったはずやねん、全員2見てた当時は、うん、後々出てくるんだけど、それアバだけダブラっていう、お前一瞬死ぬ魔法なんですよ2の視点で出てないよまだ。ああそうやっけ。でもアバだって言ってるやば、うん、殺しかけて一瞬で殺すってイラッとしてる。いや終わっとるとしてやりすぎや、やりすぎでしょ。ハリーポッターなんかもう子供やで、お前やな、学校の中やで。まだそんなにスピー、スティービー・スティービー・ファイとか、スティービー・ファイを失神させるやつとかね、さっき公式に失神させようとアンケートを回します、スティービー・ファイ何してんの。いや分からんけど、いろんな魔法ある中でね、グロいね、グロい、うん、もうそういうのもエグいし、エグいね。まあこれラスト、まあちょっとネビルがナダルって書こうとしてちょっとやめましょう。ネビルかナダル、めっちゃナダル見てるナダルする。これエクスペリアームス強すぎるね。おエクスペリアームス、そうそうそう、何度か言うてもた、聞いたことある。エクスペリアームス、まあこのハリーポッターシリーズで一番唱えてる呪文って言ってもいいわ、うん、エクスペリアームス。何する呪文ですか。これはね、杖を取り上げる呪文なんですよ、うん、武装解除っていう意味なんですけど、エクスペリアームス、まあ、このエクスペリアームスは、まあ、杖をポンと飛ばしてとか魔法使いの中で結構ベタやねんけど、一回やっぱね、うん、4でボルデモートがいよいよ復活するってなった時、うん、もう肩色にく力尽くでピーター・ペティグリーがね、うん、あれや、血鍋にちぎれ、しもべの血喜んで父の方に喜んでるな入れて儀式があるんですよ、ね、で完全にボルデモート出てきて、ハリーポッター、ああ戦う結構知っとるな、もう早速殺そうとする、まずはお辞儀だ、お辞儀をしろダンブルドアお前に礼儀教えただろ、でハリー君も根性座ってるから受けて立ってやるっやんねん、ハリー VS ボルデモン、そう、お頂上戦争エグいやん、ダンブルドア抜いてやけど、お因縁の対決、うん、そこでようあんのがね、一番ハリーポッターでおもろいんだけど、呪文がぶつかる瞬間なんて見たことない、チッ、はい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 、ビームみたいな、はいはいはい、あれがめっちゃおもろいのよ、うん、で、ボルデモートはあらたけたんだやば緑のブワーってやばい。俺最初子供の時4とか見てた時は何も思わなかったけど、こういう直前呪文キシッてつながるやつね、あのハリー見直したりしたら何で戦ってるのかなって、うん、エクスペリアームス、エクスペリアームスからこれビッグキシッエクスペリアームスバーサンサーアバだけだ、エクスペリアームス強っていうエクスペリアームスであんなやり合ってたボルデモートっていうあのビーム、いやそれはもう心優しい泡だけタブラで応戦はせえへんわけや、まあ使わんな普通の魔法使えば、まあ、やっぱ取り上げようとしたの、そうやなまあでも賢いよな、いやまあ初手でエクスペリアームスがあんな感じなんねやあんま多分知らんのにみんなあれがエクスペリアームスなんやっていう、なるほど、そう兄さん知ってました、あのビームがエクスペリアームス知らんでしょ、なんかあれ用の呪文やと思ってたでしょ、なんか強い、なるほど、そうなん、ああいう光線の、いやちゃうんすよエクスペリアームスエクスペリアームスが飛んでいって飛んでいってで、やりやすい、そんな強いんやっていうちょっとハリーポッター好きやからこそいいね、いやいや確かに好きって言ってたな、めちゃくちゃ好きやな、もうロンの兄弟とか全部言えますし、ビル・ウィンスリー、パーシー、チャーリー、フランド大家族のやつじゃん、レッド・ジョージ・ローンの、そうですね、へぇすごい、7人兄弟、ちょっとハリー・ポッターのまたいいねやっていきます、バッチュー、皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。